教会に代々伝わってきているこの伝統、あの習慣をきっちり守ることによって、より大きな祝福を得られるのではないかと考えたり、この後に及んで再び様々な掟や人間が作り出した決まり、こういったものの奴隷に逆戻りしているということはないでしょうか。皆さんこんにちは、松本明弘です。ガラテヤ4章一口サイズメッセージ、今日はその2回目です。前回は4章の1節から7節までを通して、律法の時代から恵みの時代へという大切な時代区分についてお話ししました。テーマとなる聖句は4節の時が満ちてという言葉でしたね。この時代区分をもたらしてくださったのは父なる神であったということです。つまり律法がやがて来られる方として指し示していたキリストご自身が来られ、そしてこの方が律法をすべて守った上で十字架で死なれた、そのことを私たちは信じるだけで神の子供とみなされた。そしてこの子供というのは未成年の子供という意味ではなくて、成人の子供、成人となった神の子供と今私たちはみなされているんだ。ですからもはや私たちは律法という後見人とか管理人のもとにはいないというのが前回の内容でありました。しかし人間っていうのは不思議なもので、こんなに素晴らしいメッセージを聞きながらもなかなか素直に受け取れない、そしてどうしても以前の慣れ親しんだ状態に戻っていこうとする、そういう傾向がありますね。ガラテヤの兄弟姉妹もそうでした。そこでパウロは語るんです。今日は4章の8節からですね。あなた方はかつて神を知らなかった時、本来神ではない神々の奴隷でした。今パウロはこの手紙をガラテヤ地方のクリスチャンに書き送っているわけですが、パウロとバルナバがかつてこの地方に行って伝道した場面が使徒の働きの13章と14章に描かれています。彼らはもともと誠の神を知らず、偶像の神々に仕えていた、その奴隷となっていた者たちであったわけですね。そのことについて具体的に使徒の14章に書かれています。そこでパウロはリステラという町で一人の生まれつき足の不自由な人を見て、彼に癒される信仰があるのを見て、彼を癒してあげた。神様の力によって癒したのですが、この歩いたことがない人が歩き始めたのを見て、その地方の人々は驚いたばかりか、こういう行動に出たんですね。使徒の働き14章11節。群衆はパウロが行ったことを見て、声を張り上げ、リカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったと言った。つまりこの癒しの見業を見て、このパウロという人、このバルナバという人、人間の姿をしているけども実は神々であって、今この町に下ってきてくださったお方なのだ、アラヒト神だというふうに彼らは理解した。12節。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人だったことからパウロをヘルメスと呼んだ。もうギリシャ神話の神々をですね持ってきて、バルナバはゼウス、パウロは雄弁だからヘルメスというふうに命名までしたっていうんです。それだけではありません。13節。すると町の入り口にあるゼウス神殿の祭司が大石数頭と花輪を門のところに持ってきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。つまりこの神々に失礼なことがあってはならない、さあ生贄を捧げようということで、ゼウス神殿の祭司が大石数頭を引き連れてきて、このパウロとバルナバの前でほふって生贄を捧げようとした。もうパウロとバルナバは必死になって、やめてください、
私たちは誠の神に仕えるものに過ぎません。あなた方と同じ人間です。そんなことはやめてくださいと言って、なんとかそれをやめさせたということが、使徒の働きには書かれているのですが、このガラテヤの兄弟姉妹ってのは、もともとついこの前までそういう宗教行事を行っていた人、つまり本当は神でもない神々に仕えて、その奴隷となっていた人たちなんです。しかしその人たちがパウロとバルナバの伝道によって、この天地万物を作られた誠の神を知るようになった、なんと素晴らしいことかなんですが、ガラテヤの4章9節、しかし今では神を知っているのに、いやむしろ神に知られているのに、どうして弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りして、もう一度改めて奴隷になりたいと願うのですか。つまりあなた方はこの誠の神を知るようになった、それはすなわち神によって知られるようになった。この知るという言葉は非常に親しい関係を表す言葉ですね。つまり神と素晴らしい親しい関係を持つようになったのに、そしてその結果あの神々の奴隷状態から解放されたというのに、なぜ今度また別の奴隷状態に戻ろうとしているのですかというふうにパウロは語っている。今度この人たちが戻ろうとしている奴隷状態は何かというと、弱くて貧弱な諸々の霊に逆戻りしようとしているというふうに言っているわけですね。弱くて貧弱なというのは、そんなものを信じても救いの喜びをもたらしてくれないようなものということでしょう。諸々の霊とは何ですか。前回学びましたね。4章3節にもこの言葉が出てきましたね。これは英語では The Basic Principles と訳されていて、基本原理と訳した方がいい言葉ですよねっていうふうに申し上げました。この世の基本原理、または新改訳2017の脚注を見ると、幼稚な教え原理と別訳がついている。つまりユダヤ教の幼稚な教え、どんなものですか。割礼を受けよとか、いろいろな儀式を行えとか、安息日を守れとか、祭りを実行しろとか、食物規定を守れとか、このようなことを指しているのですね。そういうところになぜ戻ろうとするのか、そしてパウロは具体的にこう言います。4章10節、あなた方はいろいろな日、月、季節、年を守っています。具体的に言ってますね。ガラテヤの人たちは今度ユダヤ教の暦を守るようになったんです。いろいろな日とは安息日を守る、月とは新月の祝いを行う、季節とは杉越の祭り、七州の祭り、カリヨの祭り、イスラエルの七つの例祭を実行するようになる、年とは安息年、ヨベルの年といったものを守るようになった。なぜですか。そういうことを一生懸命すれば神からの特別な祝福が我らの上に下るというふうに信じたから。前回申し上げた、もう律法の時代から恵みの時代に移行しているのに、また律法の時代に逆戻りして、そこにおいて行われたこれらのことを今行えば、もっと神様は私たちを喜んで祝福してくださるのではないかというふうに彼らは考えたということなんですね。これをもってパウロは、あなた方は再び奴隷状態に逆戻りしようとしているというふうに語っているのです。私たちはどうでしょうか。今日のキリスト教会において、先ほど申し上げたようなことを行うことによって神の祝福を受けようとする人は多くはいないと思いますけれども、でも何らかの儀式を行うことによって神の祝福を得ようとか、この教会に代々伝わってきているこの伝統、あの習慣をきっちり守ることによって神からのより大きな祝福を得られるのではないかと考えたりしているところはないでしょうか。私たち日本人もかつて神ではない神々の奴隷となっていた者たち、そういうところから救われて誠の神を知り、その方に知られるという親しい関係を持つようになった者たち、
それなのになぜこの後に及んで再びさまざまな掟や人間が作り出した決まり、こういったものの奴隷に逆戻りしているということはないでしょうか。私たちは何が本質であり、何がどうでもいいことであるのかということを正しく見分ける目を持つものでありたいと思います。今日の最後の箇所ですね、4章11節、私はあなた方のために労したことが無駄になったのではないかとあなた方のことを心配しています。パウロはガラテヤの兄弟姉妹たちのために一生懸命これまで行ってきたことが徒労に終わってしまうのではないかと心配している。先ほどパウロとバルナバが神として祭り上げられそうになったというお話をしましたが、その直後に何があったと思いますか。別の町からやってきたユダヤ人たちが、こいつらとんでもないやつだ、石投げろって言ったら、一緒になってパウロに石投げたんです。パウロはほとんど死にかけました。つまり彼は命を懸けてこのリステラという町、そしてガラテヤ地方で伝道したんです。でもその結果、これだけの人たちがイエスを信じてくれたのであるから、私のあの痛み苦しみは意味があったと思えたにもかかわらず、今度は私のあれほどの苦労は無駄に終わってしまうのではないかと彼は心配しているんですね。さあ、ここまで非常に論理的に聖書から議論を積み上げてきたパウロでありますけれども、ここに来てとても感情的になります。もうガラテヤの兄弟姉妹のことが心配で心配で仕方なくなるんですね。次回はそのパウロのほとばしる感情をご一緒に学びたいと思います。ありがとうございました。